はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。カエデさんちへようこそ。いやー、オリンピックね、どうなんでしょうかね。もう1ヶ月、2ヶ月も切っちゃってるよね、多分ね。これで中止になるのか、また再延期みたいな感じでやるのか。どうなることやらっていう感じなんですけど、いっそのこと中止にした方がいいんじゃねっていうね、まあ声もちらほらあって、まあそうなると、医薬金か、お金の方がこうかかるんではないかっていう話もありそうなんだけど、まあこれはね、ウイルスの関係があって、もう全世界こうね、いろいろとありますので、医薬金はね、なしでいいんじゃないかなと思うんだけど、まあね、スタジアムとかそういうのも含めて、まあ東京都だったり、まあそれに関連する都市なんか、それをね、見てくれる人たち、海外選手も含め、海外選手っていうか、海外の人が来る、じゃないですか。で、それを落としてくれるお金を、まあね、見越して、まあいろんな開発をしたりだとかしてたんですけど、まあ、それがね、なくなるっていうのがちょっと悲しいかなと思うんですけど、まあ無理やりやったらやったで、またなんか爆発的にパンデミックじゃないけど、そういう感じになりそうな感じだなと思っております。でね、まあやるとしても、そのスタジアムの方には無観客か入れたとしても、まあ半分ぐらい、収容人数の半分ぐらいで、まあちょっと入れなかった人はその他の球場だったりね、そういうところでパブリックビューイングっていう形で、結構大きいね、まあ駐車場だったりホテルのと駐車場に面するところでね、大画面でその試合だったりを見せるっていうのはあるんだけど、まあこれをやるとね、まあ密になるんじゃないかっていうふうに言われていて、まあ私もそう思うなと思うんですね。まあ、なんだろう、車でね、来た人が、なんて言うんだろう、降りないでね、車にから降りないで、そのまま、なんだろう、見るっていう形もできるだろうけど、なんかそういう形でね、映画を見ましょうっていうようなこともやってたりとかしてて、まあ、それはそれで、成功したらしいんだけど、まあ、それがね、オリンピックとなると、なんか、どっちが勝った、負けたで、結構、まあ、暴動化じゃないけど、そういう風になりそうな感じもするけど、大丈夫なのかしらね。まあ、多分、その車で来た人用のパブリック、ビューイングでやるのかなとは思うんですけど、うん、まあ他の球場のところでみんなで見ましょうみたいな感じでやるのか、どうなのかなんだけど、まあね、どっちにしろなんか密になりそうだよね。まあ車の方のやつでもね、おトイレだよね。うん、トイレをさ、何箇所かやるんだろうけど、その何箇所かで、なんかあれだよね、密になりそうだよね。多分、その、ね、あると思うんですよ。だいたい固まっていそうじゃないですか、ああいうトイレって。うん、だからね、なんか、大丈夫なのかなとか思うんですけど、まあねえ、その大会組織委員会の人間ではないので、まあ
何とも言えないんですけど、うん、ねえ、どうなんだろうね。まあそれを見越して多分やっていると思うんだけどね、うん、まあ見積もどうなるのかね、見積もどうなるのかね、じゃないや、そのパブリックビューイングをやるのか、まあやめろという国民が言えばやめるのかやめないのかわかんないけど、ねえ、皆さんどう思いでしょうか。もしよろしければね、ご意見いただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。